海と日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーの加穂です。佐奈です。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。海と日本プロジェクト、今回は海ごみゼロアワードに応募した3つの団体をご紹介します。プラスチックリサイクルを中心とした環境事業を展開している環境の味方株式会社は、地域の環境コーディネーターとして様々な取り組みに力を入れています。もっともっとそのプラスチックをリサイクルするという技術、今こういくつか限られているんですが、まだまだ発見されていない、そんなリサイクルもあるんですから、我々発信でどんどんこうやっていったらいいなというふうに思っています。東海ガス株式会社は焼津市の海岸を中心に行う清掃活動で、地域環境への貢献と地域住民との交流を深めています。この地域巻き込んでですね、これからも継続して地域の整備、それから人間形成といいますかね、そういったところにも貢献できればなというふうに考えています。静岡県では海のゴミ問題を身近に感じることができるイベントを行っています。海洋プラスチックゴミを減らすために、自分の生活の中でできることから始めていただけると嬉しいです。子ども向けイベントを行う際には釣りゲーム一式を走らせておりますので、多くの団体や事業者の方に使っていただきたいと思います。海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでいろいろな動画を配信中です。チャンネル登録お願いします。その他にも Facebook、Twitter、Instagram でも配信しています。フォローお願いします。海と日本プロジェクト in 静岡県でした。